はトリスです。今日はプチ減量やってよかったことを3つ紹介したいと思います。なかなか増量がうまくいかないという方だったりとか、増量で脂肪をつきすぎてしまって減量が大変だって思いをしている方はぜひ最後までご覧ください。でもそもそもこのプチ減量とは何ぞやというところなんですけど、一時的に女子部をすることによって長期的に見て脂肪をつきすぎず筋肉量を増やすという施策の一つです。結果的に言いますと、私は体重で約2キロ落ちました。で、体も結構見た目が変わってきていい調子で、山本先生にもご確認いただいたところ、このまま増量に入っていって大丈夫ですということだったので、また今日から増量していきたいと思ってます。で、このプチ減量ですね、私としては結果的にめちゃくちゃ良かったので、ぜひ皆さん参考にしてみてください。プチ減量良かったこと、まず一つ目がシンプルに体が軽くなったっていうところが大きいです。体重が下がったらそりゃ軽くなるだろうっていう感じなんですけど、まあ、そもそも増量とかバルクアップってすごい量の食事を取るので内臓とか体が重たいんですよ。そこから解放されたっていうのは一つ大きかったかなと思います。体が軽くなるとトレーニングの質もなんだか上がった気がしますし、あとやっぱポージングですね、かなり取りやすくなったので、運動的なところを考えるとここで一回女子部をして非常にパフォーマンスが上がってるような感じがあります。2つ目は女子部をされたことによって筋肉のアウトラインがはっきり見えてきたっていうのがあります。で、このアウトラインがはっきりと見えることによって自分の体の改善点っていうのが分かりやすくなりました。ずっと増量していると脂肪に隠れて筋肉が見えないので、自分の苦手な部位がどこなのかとか、どこの筋肉が足りないのかっていうのが分かりにくいんですよね。そこが結構見えてきたっていうのは今後のトレーニングの指標になるかなと思います。私とかやっぱ肩のボリュームが想像以上に足りてないなっていう実感があったので、ここからの増量でいかに肩の重量を増やせるかっていうところに着目して頑張っていきたいと思います。で、3つ目が仕上がり体重がなんとなく目安がついたっていうのがあります。このずっと長く増量してると、これって本当に脂肪じゃなくて筋肉がついてるのかなとか、ここからあと何キロ落とせばいいんだろうとか、結構途方に暮れちゃう方が多いんですよね。私も今この1ヶ月絞った状態だと、あと4キロくらい落とせば結構いい仕上がりになりそうなので、なんとなくの目安がついたっていうのは非常にいい検証でした。今年の私の目標は筋肉量2キロ増やすっていうのが目標だったので、この調子でいくとプラス2キロの筋肉量増加はいけそうなラインだなと思ったので、ちょっと自分的には安心して自信になりました。本当にやってよかったっていうところがたくさんあったんですけど、とはいえこのプチ減量であっても筋肉の量が減ってしまうっていう実感は少しあるんですよね。若干やっぱしぼんだかなっていう感覚があったのも事実なので、そこは一気にここから増量に切り替えて筋肉を戻していこうと思ってます。結構減量中もカロリーは取っていたので重量むしろ上がっていったんですよね。ただそれでもやっぱり筋肉のしぼみっていうのが若干気になるなっていうのは自分でも課題に思ってます。プチ減量っていうの初めてやってみたんですけど、自分としてはかなり多くの収穫があったので、ぜひ皆さん参考にしてくだされば嬉しいです。引き続きプロカードを目指してトレーニングや増量を頑張っていきたいと思いますので、応援よろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。